はい、こんにちは、梅田です。本日は、旅する蝶々浅木マダラを撮っていきたいと思います。はい、浅木マダラがいる場所に到着しました。そしたら早速撮っていきたいと思います。はい、そしたらまずは望遠レンズで、狙っていきまして、まとまっているところと、あと飛んでいるところと撮っていこうかと思います。で、望遠レンズで止まっているところ撮るのが難しかったら、標準レンズ、広角レンズと、広い画角が広いレンズにすることでピントが合う範囲が広くなるので、もっと撮るのが楽になってきます。なのでまず望遠試して、撮れんかったら標準、次に広角、最後に魚眼という形で、自分が撮りやすい画角のレンズで試していきましょう。はい、カメラを設定していきます。まず望遠レンズで撮っていきまして、 F 値は 2.8、 一番低いのにして、できるだけこう被写体の後ろがボケるような写真をまず狙っていきたいと思います。で、シャッタースピードは1/320秒から、明るいところに向けると1/1000秒出るような状態で、 ISO 感度はもう暗いところ、明るいところ、どこでも撮れるようにオートで撮っていこうかと思います。はい、まず1枚目撮れた写真がこんな感じになります。F値を 2.8 で撮ったことで背景が綺麗にボケてくれて、でちょうどこの木漏れ日になってますので、玉ボケになってくれて余計に綺麗になったかと思います。で、これでね、一応止まってるところが撮れましたので、次は、望遠レンズでそのままちょっと飛んでるところを撮れるかどうか試していきたいと思います。はい、地面が木漏れ日で綺麗なので、ハイライト重点速光に、設定することで明暗差が綺麗に出て、で蝶々の羽が透けているところも綺麗に出るかと思いますので、縦構図とか横構図試しつつ撮っていきたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じです。あと F 値はそのまま 2.8 の設定なので、背景が綺麗にボケてくれて、被写体が浮き立つような写真になったかと思います。それでいて背景が暗くて、で光がちょうど浅木マダラに当たってまして、ハイライト重点速光で撮ったことで浅木マダラのところは適正露出 で背景はより暗くなってます。でメインのところに光が当たっているのと、写真の下の地面のところに光が当たっているのも撮れてますので、こう立体感というか、なんていうかな、高さというのも表現できたんじゃないかなと思います。はい、望遠レンズで、飛んでいるところを撮ろうとしてたんですけど、全然僕の腕じゃ撮れませんでしたので、次は魚眼レンズに変えて、この魚眼レンズで飛んでいるところを狙っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。で、広角とか魚眼レンズはピントが合う範囲、奥行きですね、被写界深度っていうのが広いですので、多少望遠とかやっとピントがずれるシーンでもピントを合わせて撮りやすくなります。 F 値は11から22の間、多分13、15、16になってる、なると思うんですけど、この辺に設定して撮っていきます。で、シャッタースピードを速くしていきたいので、ここはマニュアルモードに設定して撮っていきます。
マニュアルで、シャッタースピードが500分の1秒出るような感じでまず撮っていこうかと思います。はい、では魚眼レンズで撮っていきます。もう魚眼レンズで撮るのは楽っていうか、マサギマダラにできるだけ近づいてシャッターを切るだけになりますので、まあ、ちょっと飛んでいるやつを追いかけてシャッターを切るだけで OK です。 できるだけセンターで捉えてあげると歪みが少ないですので、光が当たっているところはこの辺か、光が当たっているところに来てくれると一番綺麗に映るかと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。魚眼レンズに合ったことで、まあ、被写界頻度が深いですので、飛んでいるところも、まあ、簡単に撮ることができます。で、逆光を狙って撮りましたので、アサギマダラの羽が光で透けて綺麗に撮れたんじゃないかなと思います。で、魚眼レンズは F 値を上げることで、あの太陽の光がキュピンと伸びてきますので、次は、まあ、止まっているところもその太陽の光を使って撮ってみたいと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。逆光で狙いまして、 F 値を最大の F22 まで上げましたので、太陽の光がキュピンとなって撮ることができました。演出の一つとしてこの太陽の光使いやすいですので、まとまっているアサギマダラ撮りたいときはこういう、まあ、広角レンズを使ってこういう表現も、ぜひ狙ってみてください。はい、太陽光をこうキュピンとさせる写真も撮れましたので、あとはですね、あのオールドレンズとかでも出るんですけど、この太陽の光に向けるとちょっとこの中虹色の輪っかみたいなやつが出ます。で、このレンズも、まあ、そんなにいいレンズじゃないので、オールドレンズみたいになんかこう光の輪っかが出ます。で、それを入れて次は撮ってみたいと思います。で、太陽の方を向けることで、そのなんか光のリングみたいなやつが出ますので、リングを出して、で、真ん中にこの太陽を入れてこうキュピーンってさせて、で、そこの中に、アサギマダラを入れて撮ってみたいと思います。はい、もうカメラの設定は同じままです。 F 値は最大の22に設定しまして、シャッタースピードは500分の1秒出るようにしています。で、その場合で、まあ、ISO 感度はもうオートに設定して撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。オールドレンズとかでもよく出るなんかこの光のリングみたいなやつを、出すようにポジション取りまして、で、ど真ん中に太陽を配置したことで、ど真ん中日の丸構造のところで太陽の光がキピンとなってくれています。で、そのすぐ近くにアサギマダラがいますので、他の要素を全部演出として、使って撮ることができました。で、このレンズちょっとこう明暗差があるとコントラストがグッと下がるので、ピントは合ってるんですけど、アサギマダラのところはちょっともやっとしてるんですけど、まあ、雰囲気を出すことができたので、まあ、いい写真かなと思います。はい、本日は旅する蝶々アサギマダラを撮りに来ておりました。まあ、望遠と魚眼レンズで撮りまして、まあまあそれなりに撮れましたので、今日はこの辺で帰りたいと思います。アサギマダラはまだまだこれから、見れますので、ぜひよかったら近くの植物園とか公園とかで探してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。